こんにちは、まぽです、今回はですね、からお伝えしていたのですが、最近私の動画を見てくださった方もいらっしゃると思うので、少し説明をさせていただきます。私は去年個人的にアロマコーディネーターという資格を取ったのですが、そんなこともあり、アロマグッドを制作する動画を作ってみたいなと思って、今回はその第1弾の動画になります。でですね、今回は2月のお気に入りのアロマでもご紹介させていただいた、こちらのユーカリというオイルを使ったアロマグッズを作っていきます。今回は第1弾として最近の季節にちなんだグッズを作っていきたいと思います。タイトル通り、花粉症対策グッズのアロマスプレーを作っていきます。準備するものはこちらです。精製水、無水エタノール、ビーカーと混ぜる木の棒と、でユーカリのオイルと、あとは私が最近ハマっているティーツリーも使っていこうと思います。作ったものを入れていく遮光瓶です。遮光瓶タイプのものはアロマグッズのお店でも売ってるんですけれども、手に入らない場合は100円ショップなどのガラスタイプのスプレーボトルなどをご用意してください。こんな感じで材料をご用意してください。とユーカリのアロマオイルといっても、いろんな種類のユーカリのオイルがあるんですね。私はこのオリジナルっていうものを使うんですが、前も説明したんですけれども、ユーカリオイルというものは結構スースーしてて、癖があるので、もう最初はちょっと強すぎて苦手な方とかもいらっしゃると思うので、オリジナルがちょっと濃いなって思った方はユーカリラジアータという種類の、オイルがあるんですけれども、だからちょっと使ってみるといいかもしれないです。ラジアータの方はですね、こう体に塗布したりとか、あとはお子様などにも使うことがあるので、香りが強いのが苦手だなっていう方はそちらから試してみてください。では早速作っていきたいと思います。こちらの小さなビーカーに、5ml の無水エタノールが入っています。こちらの大きめのビーカーには精製水が 25ml 入っています。で、今回はこの分量に対してアロマオイルを6滴から12滴入れていきます。最初は匂いが強く感じることがあると思うので、まずは6滴から入れていきます。無水エタノールが入ったビーカーにユーカリのオイルを6滴入れていきます。1滴、2滴、3滴、4滴、5滴、6滴、先ほどの木の棒でよく混ぜていきます。そしたらこちらの精製水の入っているビーカーに、こちらのものを入れていきます。はい、ね、反応して白くなっています。これをよく混ぜていきます。水の色が変化したかと思います、そしたら一度6滴の状態で香りを香ってみてください。はい、6滴でもうだいぶユーカリの香りがします。はい、先ほど言ったように、今回はユーカリオリジナルというオイルを使っているので、若干匂いが強く感じることもあります。はい、こんな感じで香ってみて、ちょっと弱いな強いなって思うかもしれないんですが、私は6滴で十分だったので、この分量で作っていきます。またオイルを足したいなってなった時は、計算すると残りのオイルはあと6滴しか入れることができません。基本的に好きな香りのオイルを入れていただいても構わないんですけれども、その時の体調だったりとか気分によって6滴全部入れてもいいですし、3滴ずつ入れてもいいですし、2滴2滴2滴入れても大丈夫です。で、今回私は先ほど紹介したように、じゃん、こちらのティーツリーのオイルをプラスして入れていきます。まあ、ちなみにティーツリーは殺菌効果だったりとか風邪予防とかにもつながるので、香りもですね、相性がいいので、今回はこのオイルを入れていきます。おすすめなのはティーツリーだったりとか、あとはリラックスするようなラベンダーとか柑橘系のスイートオレンジなどを入れると、さらにこうリフレッシュして花粉症対策にもなるんじゃないかなって思います。では私はこちらを2滴入れていきたいと思います。1滴、2滴、ティーツリーが2滴入ったので、また木の棒でかき混ぜていきます。よくかき混ざったらもう一回香ってみます。すごいいい香りです。ティーツリーを2滴入れたんですが、途
てもいい香りになりました。あと4滴入れることできるんですけれども、私的にはもうこれで十分かなって思うので、これで完成させたいと思います。そうしましたら、こちらの準備しといた遮光瓶に入れていきたいと思います。作ったスプレーの液をこの中に移し替えていきます。こんな感じで花粉症対策のアロマスプレーが完成しました。イエーイ。こんな簡単に作れたスプレーなんですけれども、マスクを用意しました。花粉症対策といえばマスクだと思うんですけども、このスプレーをですね、こうマスクにシュッシュッってかけると本当にスッキリとした気分になるので、なし目でさっとかけるようにしてください。このままつけると強いかなって思う人は、ちょっとこう香りをさーっと飛ばしてあげて、うん、はい、あーすっきり、すごい鼻がスーッとします。数分で簡単に花粉症対策スプレーを作ることができました。最後になんですが、注意点がいくつかあります。こちらのスプレーはですね、今回こう遮光瓶に入れて作ったんですけれども、基本的に直射日光に当たらないように保存してください。多分持ち歩く方はポーチとかカバンに入れると思うので大丈夫だと思うんですけれども、日光が当たらないところで保存するようにしてください。使用上の注意事項としてはですね、ユーカリとティーツリーのオイルは殺菌効果などもあるぐらい強めなアロマオイルと言われているので、こう注意事項がたくさんあるんですが、はい、基本的に妊娠中の方、授乳中の方、妊娠のご予定がある方、はい、嗅いでみないとわからないと思うんですけれども、ちょっと香りだったりとか強い刺激に弱い方とかはなるべく使わないようにした方がいいと思います。お子様に使う分には構わないんですけれども、一度パッチテストをしたりとか、あとは乳児だったり赤ちゃんですね、生まれたての赤ちゃんなどにはご使用しないようにしてください。でもどうしても興味があって使ってみたいなっていう方はですね、かかりつけのお医者さんでしたりとか、ご自分の担当医にご相談してみてください。花粉症対策として今回このスプレーを紹介させていただいたんですけれども、眠る前にベッドのね、こう枕元とかにシュッシュってかけたりとか、あとは食卓ですね、テーブルとかにシュッシュってかけて、こう布巾で拭くだけでも殺菌効果だったりとか、あとはこう消臭効果とか、いろんな効果があるので、ね、使い切れなかったなとか古くなってきちゃったかなって思ったら、掃除グッズとしても使えますので、ぜひ作ってみてください。今回はこんな感じでアロマグッズの制作第1弾の動画だったんですが、初めて動画にしてみたのでうまく説明できなかったんですけれども、注意事項を守って使い方さえ間違えなければ本当にとてもいいものなので、ご興味がある方はぜひぜひ作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。